東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のダノンスコーピオン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。セリフォス好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。17番セリフォス行きました。ロマンチックウォリアー先手を取りました。その外からウィンカーネリアン、その後ろからはボイジバブル、すぐ隣にエルトンバローズ、内を通ってフィアスプライド、ジオグリフ、そのうちに続いています。ダノンスコーピオン、その前に進出パラレルビジョン、それに続きます。この集団にガイアフォース、少し離れてステラベローチェ続いています。ここにソウルラッシュ、カテドラル、すぐ後ろ。ここまでほぼ平均ペースです。先頭は依然としてロマンチックウォリアー、内からウィンカーネリア、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭はロマンチックウォリアー、リードを広げにかかります。ウィンカーネリア懸命に足を伸ばす。残り 200m、 リードは1馬身、後続の足色はどうか。ソウルラッシュ前を伺うロマンチックウォリアー、1着、2着にはどうやらソウルラッシュ、3着にセリフォス、勝ったのはロマンチックウォリアー、このレースを制したのはロマンチックウォリアー。スタートしました。ロマンチックウォリアー好スタート、パラレルビジョン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてジオグリフ行きました。先手を取ったのはジオグリフ、その外にウィンカーネリア、その後ろにパラレルビジョン、その外からボイッジバブル、内からロマンチックウォリアー、外を通ってエルトンバローズ、これに続いてソウルラッシュ、緑の帽子フィアスプライド、その後ろ、その後ろからはガイアフォース、この位置にカテドラル、これに続くのがステラベローチェ、外にはセリフォス。ここまでほぼ平均ペースです。ここでエルトンバローズ先頭に変わりました。内からウィンカーネリア、間を挟んでホイジバブル、3番手4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭にエルトンバローズ、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。先頭に立つのはエルトンバローズ、200を切った。先頭に出たのはソウルラッシュ、パラレルビジョン食い下がる。先頭はソウルラッシュ、ソウルラッシュ、パラレルビジョン2着に入ったか。ソウルラッシュ見事このレースを制しました。スタートしました。ウィンティバブ、これはいいスタートを切りました。ウィンカーネリア、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがボイッジバブル、ボイッジバブル先手を取りました。ウィンカーネリア、そのうちに続いています。その後ろにロマンチックウォリアー、これに続くのがエルトンバローズ、内を通ってジオグリフ、すぐ後ろにパラレルビジョン、内からガイアフォース、外にはフィアスプライド、この集団にステラベローチェ、その後ろからはソウルラッシュ、内からはカテドラル、その外にコレペティトール。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はウィンカーネリア、ホイジバブ、ほとんど差がありません。ロマンチックウォリアー3番手、さあ直線に入りました。これからの勝負、ロマンチックウォリアー先頭に立った。しかしその差はわずか、粘り込めるか。ステラベローチェ足色は十分、前に迫れるか。残り 200m、 ロマンチックウォリアー先頭を走る。2番手はステラベローチェ、ロマンチックウォリアー1着、2番手にはステラベローチェ、3着はセリフォス、ロマンチックウォリアー見事このレースを制しました。スタートしました。ガイアフォース、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがガイアフォース、ガイアフォース先手を取りました。その外にウィンカーネリア、外にはエルトンバローズ、これに続いてフィアスプライド、内からロマンチックウォリアー、外を通ってボイッジバブル、内を通ってジオグリフ、その外からステラベローチェ、外にはダノンスコーピオン、パラレルビジョン、そのうちに続いています。隣にはヘアロロノア、内からはカテドラル、その隣にドーブネ、その外からコレペティトール。この辺りで先頭が変わりました。エルトンバローズ、2番手はガイアフォース、ウィンカーネリア3番手、後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭に立つのはエルトンバローズ、しかし後続も追い上げる。エルトンバローズ先頭、
外からはステラベローチェ200を切った。ここで先頭変わってステラベローチェ、ハヤベルビジョン食い下がる。先頭はステラベローチェ、ステラベローチェ、ステラベローチェ、勝ちました。2着争いを制したのはハヤベルビジョン、勝ったのはステラベローチェ、このレースを制したのはステラベローチェ。スタートしました。ポンと飛び出したのはエルトンバローズ、ダノンスコーピオ、この馬も好スタートを切りました。ロマンチックウォリアー、前へ行きます。ウィンカーネリアン先手を取りました。その外からエルトンバローズ、この位置にダノンスコーピオ、その後ろにボイッジバブル、内からはパラレルビジョン、その隣にジオグリフ、すぐ隣にピアスプライド、ここにステラベローチェ、内を通ってガイアフォース、カテドラル、それに続きます。その外にドーブネ、並んで8番エアロロノア、ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。ここでエルトンバローズ先頭に変わりました。内からロマンチックウォリアー、真ん中をついてはウィンカーネリア。さあいよいよ直線の攻防、先頭に立つのはエルトンバローズ、差はほとんどありません。ロマンチックウォリアー差し返すか、エルトンバローズ先頭、残り 200m を通過してソウルラッシュ追い上げてきた。ソウルラッシュ抜け出す。2番手はステラベローチェ、ソウルラッシュ、ソウルラッシュ勝ちました。2着にステラベローチェ、ガイアフォース、3着です。勝ったのはソウルラッシュ、このレースを制したのはソウルラッシュ。スタートしました。ビアスプライド、これは好スタート。エアロロノア、この馬も好スタートを切りました。12番ビアスプライド行きました。先手を取ったのはロマンチックウォリアー、これに続くのがウィンカーネリア、その外からエルトンバローズ、内からエアロロノア、その外にボイッジバブル、パラレルビジョン、そのうちに続いています。その横にジオグリフ、ここにガイアフォース、その後ろからはステラベローチェ、内からはソウルラッシュ、外を通ってダノンスコーピオン、内を通ってカテドラル。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでビアスプライド先頭に変わりました。内からロマンチックウォリアー、間を挟んでウィンカーネリア、3番手ロマンチックウォリアー先頭に立った。内からぐんぐんとロマンチックウォリアー、後方からガイアフォース、外からエルトンバローズ、残り 200m、 ガイアフォース追い上げてきた。ガイアフォース先頭、外から一気にセリフォス、ガイアフォース、わずかにガイアフォース、体勢有利。スタートしました。プレペティトール、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。14番プレペティトール行きました。ウィンカーネリア先手を取りました。外を通ってボイッジバブル、外にはエルトンバローズ、その後ろからはロマンチックウォリアー、その後ろにジオグリフ、その外からピアスプライド、内からパラレルビジョン、その隣にガイアフォース、その外にステラベローチェ、並んで18番ダノンスコーピオン、内からはソウルラッシュ、その横にエアロロノア、カテドラル。この馬もこのグループ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として11番ウィンカーネリア、ここで先頭が入れ替わりました。エルトンバローズ、ウィンカーネリア、2番手に控えました。エルトンバローズ先頭です。ハヤベルビジョン加速してきた。先頭を行きます。エルトンバローズ200を切った。2番手はハヤベルビジョン、一気に足を伸ばす。ハヤベルビジョン抜けた、並んでいます。ソウルダッシュ、ハヤベルビジョン、ハヤベルビジョン、1着2着はソウルダッシュ、ハヤベルビジョン、見事このレースを制しました。